休日の過ごし方、社会人歴の違い。入社1年目。まだ疲れてるし二度寝しよう。ご飯は時間ないしカップ麺でいいや。ゆっくり寝たしオールでゲームしよう。ぐーたら休日。入社10年目。休日こそ計画的に過ごすぞ。今日は趣味の料理と資格の勉強をしましょう。有意義な休日。入社30年目。やっと金曜日を乗り越えたぞ。明日は休みだ。スイカの仕事だ。月曜の朝までに頼むぞ。は、休日なし。入社100年目。海外でバカンスなんて最高ですね。今まで仕事頑張ってきた甲斐があったよ。本当に休日は最高だな。バーチャル休日。